You're my
私たち歌わせてもらったんですけど、またすごい本当に昨日も今もすごい楽しかったので、またね同じメンバーで、うん、そして同じ顔ぶれで歌えるようにこれからもどんどんねこの住吉浜リゾートパークを盛り上げていきましょう、ね、いきましょう。次歌う曲がCD にも入っている2曲目のリアルエイジという曲なんですが、その曲を先ほどねかっこいいダンスを見せてくれたソウルスプラッシュクルーの中の、はい、K2 のお二人に参加してもらうことになりました。早速呼びたいと思います。 K2 のショーヘイト。はい、どうもこんにちは。ソウルスプラッシュクルーのショーとハイトです。はいですね、K2 というのはですね、僕たち、兄弟ですよね。まあ、名字が黒岩と言って、そのまま K2、2人だから K2 みたいな、そんな感じで、なっちゃいましたけども、まあ、いまいちですね。はい、すいません。そんな感じで、はい、今回ブーランジェリーさんとですね、組ませてもらうことになりまして、初めてやることになりましたのでね、ぜひ楽しんで見ていてください。ブーランジェリー with K2 です。それでは聴いてください。リアルエイジ。Yeah.
一度大きな拍手を。ありがとうございました。あ、どうぞ前に。最初にですねお話ししたんですが、じゃあまずブーランジェリーさんからですね、お二人は、今日は最後、ブーランジェリーとしては最後ということでお伺いしたんですけど、それはどういうことか、ちょっとみんなに分かるように説明してくださいよ。説明、ですね、説明というかなんていうかですね、もともとブーランジェリーは3人組で始めた、3人グループの子だったんですけど、はい、これからはずっと2人でやっていくということね、改めて、はい、だけど、はい、改めて、名前を変えて新しい気持ちっていうか、もっともっと違うジャンルとかも挑戦して違うグループにはなるのかな。違うグループにはなりませんけど、まあ、はい、気持ち的な面で、はい、気持ち的な面でですね、つまりブーランジェリーというのは3人で始めたグループであり、はい、今聴いてもらった、曲ですね、はい、もう3人の時にできた曲だと、はい、まあ、で今2人だからまた新しく新規一転という形で、じゃあまたユニット名が変わるという感じになるんですかね、はい、でまたいろんなジャンルに挑戦していくということで、お二人が、引退されるということではないということで、私たち、一安心いたしました。はい、どうも。で、今回ですね K2 ね、のお二人と初めてフィーチャリングされたわけですけども、なんか新しい一面が見れた感じで、ね、ダンスにも挑戦されて、はい、これからもいろんな色を見せていきたいと思います。じゃあこれもその、新生、まあ、名前何なのか分かりませんが、ブーランジェリーとしてのこう新たな一歩目という感じですかね。そうですね。じゃあまたこれからも、ね、いっぱい素敵なステージ見せてください。はい、はい、じゃあこれからも頑張ってください。どうもありがとうございました。ね、かっこよかったね。かっこよかった。で、またこれからも、頑張っていくということですので、はい。